に家を出ます。ひろさん、乾杯。お誕生日おめでとう。何のお誕生日？おいしい。メリーサンタさん。はーい。はじめまして。こんにちは。ちょっとハレママキッズ TV、 みなさんこんにちは。今日はお父さんからちょっとした発表があります。え、赤ちゃん。なんだろう。赤ちゃん知ってるでしょ。赤ちゃんは生まれちゃったとか。もう生まれちゃった。生まれちゃった。いないな。よしします。はい。じゃん。じゃん。これから。これから。大阪に行きます。いいよ。今から行きます。ある人に会いに。今から行きます。30分後に家を出ます。ということで、今から急いでパッキングしましょう。わー、急がないと。それじゃあ急いでパッキングしましょう。歯ブラシ、ジャージ入れます。3人でお揃いのパジャマ入れます。シナモン、着替えを入れます。3人でお揃いの着替え。お洋服入れます。ワンピース入れます。かわいいワンピース。他の洋服も入れます。ヘアゴムやアクセサリーを入れます。できました。手持ちのバッグはこれでいきます。シナは鼻のバッグ、私はこのバッグでいきます。それじゃあ準備できたので早速行きましょう。行ってきます。行ってきます。ということで、大阪府和泉市に来ました。やったね。早速ね、来ているところがグリーンルームさんです。ね、おしゃれな感じだね。グリーンルーム。で、早速ね、カフェに入りましょう。おしゃれなお店だね。手出して。シナモン。じゃあお父さんも。フリーだ。これメニューだって。メニュー。おいしそうだよ。食べたい。どれがいいかな。裏はデザートとかドリンクかな。おいしそう。本当だ。ね、おいしそうだね。お子様ランチもある。お子様ランチだってしながら。ほら。え、それニコニコ。これがいい。私はクラムパスタにします。美味しそう。お父さんはこのグリーンルームバーガーにします。ね、美味しそうだねこれね。ね、私もこれにしよう。うん、席がね、外なんだって。あ、素敵だね。すごい。わあ。すごいね。おお。綺麗。綺麗だね。金魚いるの？あ、本当だ、金魚いる。おお、ここが席だって。あ、ハンモックあるじゃん。寝たい。早くやってみて。お尻から座って。できた？怖い怖い。あ、いいね。3人だ。いいじゃん、いいじゃん。あ、ブランコみたい。ねえ、気持ちよさそう。はーい、チーズ。めっちゃ揺らそう。あれ、なんかシノがいないな。どこ行っちゃったんだろう。あれ、またいなくなっちゃった。シノさん。綺麗。ね、綺麗だね。綺麗だね。黄色と赤。これいいね。これ綺麗。あ、本当だ。グラデーションっぽくなってるね。うん。秋だね。かわいいね。あ、かわいい。
ニコちゃんマーク。お花。あ、ほらシノのも来たよ。オムライスです。可愛いね、ニコちゃん。シノはハンバーガー。めっちゃ美味しそう。ミニハンバーガーで可愛いね。うん、おさやは？クラムパスタ。シノが大好き。いい香りだね。シノが大好きなの。お父さんとお母さんはベリンバーガーです。ね、めっちゃ美味しそう。まあ、すごい美味しそうだね。ね。でね、ドリンクも。二人はリンゴジュースで、さやはベリースムージー。ベリースムージーね。うん、乾杯。お誕生日おめでとう。おめでとう、お誕生日。はい、さやちゃん。おいしい。じゃあご飯も食べていこうね。これとこれじゃ、いただきます。おいしい。うんうんうん。いただきます。おいしい。母さんもいただきます。おいしいですか？おいしい。自然の中でご飯いいね。うん、温まるね。店内にね、移動しました。あ、すごい瓶に入ってる。お父さんはデザートはプリンです。かわいいね。かわいいね。お母さんもお揃いのプリンと紅茶です。わー、美味しそうなの来たよ。見た目かわいい。かわいいね。おー、美味しそう。パウンドケーキも来ました。はい、美味しそうだね。うん、いただきます。うん、美味しい。美味しいね。あね、じゃあ次のとこ行こっか。うん、はるまま。次のところ来ました。次来たところは道の駅泉山あいの里です。イエーイ。しのほら、しのの大好きなみかんの絵があるよ。かわいいね。え、みっちって書いてある。かわいいね。じゃあ行こっか。うん、お母ちゃんの手作りコーナーだって。見て、みかん。あ、美味しそう。いっぱいあるね。うん、大きい。このみかんめっちゃ大きい。美味しそうだね、大きいね。大きいの。竹もいっぱい。竹もいっぱいで大きそうだね。切り口があんまり太くないやつ。ここが細いのがいい。あ、で、こういう黄色のやつがもう完熟です。手だりのみかんが、うん、まあ、美味しいですね。かわいい。3匹の小豚だよ。かわいい。わー、しのみかんジェラートだって。食べたかったね。乾杯だって。はちみつコーナー。何しようか。みかんみんなで何か一個買っていこうか。うん、これこれにする。美味しそうだね。うん、このみかん買ってきます。やつで食べようね。うん、ありがとうございます。ありがとう。あ、ありがとうございます。いただきます。はい、早速買ったみかんをいただきたいと思います。はい、じゃあみんなどのみかんがいいですか？早いね。いただきます。あ、美味しそう。ね、美味しそうだね。美味しそう。ね、いい香りするね。昨日も頑張ってムキムキしています。甘い。いただきます。うん、薄皮で甘い。うん、甘い。シナもいただきます。大きい。大きいね。はるまま。次のところ来ました。今度来たのは泉ふれあい能の里。こちらに遊びに来ました。それで今日はスペシャルなゲストに来ていただいています。ベリーサーラーさん。はーい。はじめまして。こんにちは。こんにちは。吉本興業の紅生姜です。お願いします。よろしくお願いします。嬉しいね。何が嬉しいの？怖いわ今の。何？こんなフレーム、もう涙出そう。可愛くて。可愛いね、確かに。私たちのことはちなみに見たことあるかな？見てない。
見てます。え、ほんまですか。一個踏み込んだら一緒あるか。聞いて聞いて。ちなみに、うん、何で見てくれたことあるんかな。YouTube。あ、YouTube 見てくれた。ありがとう。メイクの解決。あれ見てくれた。ありがとう。面白かった。いただきました。こんなできた子の方がいるかね。ありがとうございます。ありがとう。私たちジェイコムで泉で生姜という番組やってるんですけど、そこで紅生姜菜園っていうなんか農園をやってるよね。そこで里芋を今育ててるから、それを収穫しに行こうか。やったー。嬉しい。うん、里芋行こうか。嬉しい。嬉しい。じゃあ行こう。よろしくお願いします。こういうとこ来たりする？農園とか。うん、来てない。来てない。なかなかないね。初めて、初めてですか？おー、すごーい。これはね、めっちゃまっそうやね。抜いてくれたら喜ぶよ、これは。あ、あそこで、ね、作業してるのが私たちの篠宮お兄ちゃん。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。里芋って知ってるか？知る。知らない。あれ食べてるのは捨てられてない。今から取ってるよ。この下にね、たくさんお芋が入ってます。今からこれを掘り返してもらいます。やばいやばいやばい。こっち、やばいやばいやばい。逃げろ。そこ崩れるぞみんな。すごいすごい。肩を同じように。うわ。おお。すごい。うわ。すごいね。引っ張ります。引っ張る？あれ？え？見て！これで引っ張りましょう。あ！で、横に。あ、すごい。おお、すごい。あ、あった。あ、すごいすごい。あった。あ、すごいすごい。お、大きいよ。すごいすごい。引っ張る。おお。綺麗。ちっちゃいな。本当だ。ちっちゃいな。ねえ。足使うの偉いな。すごい。うまいよ。いいよいいよ。あ、さやちゃんいいんじゃない？いいよ。せーの。おいしょ。これできたらもう大人だったら何でもできるから。変わってくれば、そんなええから。あ、これ、引っ張る、引っ張るか。いけいけいけ。おー、取れた。すげー。引っ張る。あ、オッケー、引っ張る、引っ張る。みんなに、これ、これ、これ、引っ張る。みんなに。せーの。やった。すごい。すごいね。でっかい。重い。ああすごい。すごいな。すごい。いっぱいついてるね。すごい。すごい。すごい。みんなゆっくりしてきてね。あ、すごいすごいすごい。あ、でかいやんか。誰誰。おお、いっぱい。すごいいっぱいだね。大きいしな。ね、大きいね。お、お、すごいすごい。おお、いっぱい取れました。ちょっと箱出し面白いわ。待って、紅生姜さんも息がもう上がっちゃう。すいません。ちょっと。ちょっと何で怖いの？ダンゴムシ？わらじ虫。わらじ虫。気持ち悪いから決まってるやろ。おー、取ってきたの今度バラすんだって。うわすごいね、こっから取るんだね。なんでみんな入れてくれへんのよ。入れようや、中に中にな。硬いよ。硬いの？取れる？硬い。こっちのがいいな。いけた。食べたしな。ちっちゃい。食べた。重いで。すごい。どうする？どうなる？どうなる？大丈夫？さらにもこんなに取れました。いっぱい取れた。すごい。いつ取れたね。いっぱい。今日はね、ありがとうございました。ありがとうございました。また来てね。
来ない来ないこっちから行かしてもらう。そうやね、こっちから良かったらね。ということで3人と紅生姜さんが一緒にみかん狩りをしている様子は泉で生姜チャンネルさんで公開しているのでぜひそちらを見てください。見てね見てね見てね、また呼んでね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。取れる？取れた。おー、取れたね。おー、やばいやばいやばい。お願いします。やばいやばい。お願いします。いいよ。ありがとう。やろうじゃん。みかんと一緒に持って帰りたい。やばいやばい。ということで今日は大阪府和泉市に遊びに来ました。はい。みかんと里芋を取るの楽しかった。みかん取るの楽しかった。おっきいの取れたね。うん。シナモン。カフェも道の駅も楽しかった。ということでね、3人が出ている泉で生姜チャンネルさんの動画もね、ぜひ見に行ってください。見てみてね。最後まで見てくれてありがとう。グッドボタン、チャンネル登録、ついでも